百億という光を超え、何千億という闇を抜けて、やがてたどり着く世界。死後、神に選ばれた者だけが来ることを許されるユートピア。そこをエリシオンという。ここがエリシオン。なんという美しさだ。しかし、アテナは一体どこに？困るな。そんな血生臭いなりで妊婦たちを驚かせては。お前は？我が名はタナトス。なんだ、その金色の髪と瞳は。お前はスペクターか？スペクターではない。神話の時代よりハーデス様の右腕として仕えてきた最も信頼されている側近の一人だ。側近だと？なら話は早い。そのハーデスを追ってここへ来たアテナはどうした？死んだ。今頃は私の兄弟、眠りの神フィプノスがハーデス様にその屍を捧げていることだろう。バカな！嘘を言うな！ハーデスはどこだ？バカめ、お前にいちいち答える義務などないわ。コスモが燃えている限り、俺は命を懸けて戦う。私の可愛がっている妊婦が怯えてしまったではないか。ファイト。しかし、お前のような手に足りない存在が滅びの壁を通り超次元まで、このエリシオンにたどり着く、まさに奇跡。このエリシオン、神話の時代から一度たりとも汚れたことがない。お前のような戦意とが寝そこで踏み荒らすと、死をもってしても償いきれん。これ以上ハーデス様のお近くで騒がれては目障り。もはやたとえこの場がセイントの血で踏み付けよう、俺はお前を殺すぞ。コシャクの穴、お前の体を温めなく消し飛ばしてやるよ。まだ死ねない。それにはまだやるべきことが。エリシオンの穴、コシャクの穴レスカよ。今こそ羽ばたけ俺の。ペガサの、ペガサス、インセンチャル。ウィナー、ウィナー、負けられない。アテナのためにも。コスモの極みを満たせ。今ので終わりか？俺の渾身の剣が効かないとは。神と人間の力の差が分かったか。お前は肉体だけでなく精神もズタズタに攻めさえなんでから殺してやる。空、地上の様子を拝ませてやる。行方不明だったお前の姉が見つかったようだぜ。あれは姉さん、聖火姉さん。姉さんが苦しんでいる。さあペガサスよ、地上でお前の姉がもがき苦しんで死ぬのをとくと見届けろ。やめろ。他にもセイントのウジ虫が何匹か迷い込んだようだったが、お前もその一人か。あと何匹だ。お前の他にあと何匹入り込んでいるのだ。お前も死にに出てきたようなものだな。さあ、このエリシオンへ潜り込んだセイントはこれで全部か。ではお前らウジ虫どもをまとめて地獄へ叩き落としてくれるわ。
待て。ほう、もう一匹いたか。お前はフェニックス一騎、地獄の亡者に代わって恨みを晴らしにやってきた。地獄の豪華に焼かれて消えろ。パンドラに仇を打ってくれと言われてその気になったか。はいと恨みを晴らして。ちょっと待って、おい逃げちょう。手遊ばれた人々の恨みがこもっている。今から受けろ。俺は死を司る神。いちいち死んだ奴らに恨みを受ける筋合いはない。残念だが、俺は神など信じぬかってな。特にお前のような邪悪な神なんだ、絶対に認めん。およく大将。お前は少しはやるようだ。このタナトスを本気にさせたのはまず調子に乗るな。神の力ということなのか。所詮はこの通り。俺は認める。お前の全身性を前の力だと。人間の力だ。貴様のような運命者、神である私を傷つけることなど絶対に不可能なのだ。絶対に不可能だ。そのことは聞き飽きてる。ウィナー、フェニックスは何度でも蘇る。フェニックスを滅ぼすなど少子。神を怒らせたことの報いを思い知るがいい。本来ならお前の五体を粉々に引きちぎって宇宙の果てにばらまいてやるところだが、このエリシオンではそこまでの流血はハーデス様に恐れ多い。だが首だけは引きちぎって地獄の煮えたぎる釜の底へ放り込んでくれるぞ。死ねえ。ん？なんだこの共鳴は。遥か地獄界の彼方から聞こえてくる。この共鳴はまさかゴールドクロス。圧倒的な強さで聖夜たちを倒したタナトス。聖夜たちにとどめを刺そうとしたその時、遥か彼方よりエリシオンに響いたのは冥界に残された12体のゴールドクロスが共鳴する音だった。ん？なんだこの巨大なコスモは。バカな、ゴールドクロスがこのエリシオンに近づいてくる。神以外不可能なことを一体何者が。神、まさか。ハーデス様、アテナに引けを取らぬこの大いなるコスモは怪豪ポセイドン。アテナの壺に封印されて再び長い眠りについたはず。それがなぜ。いてた、サジタリアスのクロス。水亀座、アクエリアスのクロス。天秤座、ライブラのクロス。乙女座、バルゴのクロス。獅子座、レオのクロス。ゴールドセイントの魂とともに我らここにゴールドクロス装着。かつては戦い敗れたアテナに加勢するなど、ポセイドンも情けない神よな。だがゴールドクロスをまとったくらいで
神である俺に勝てると思うな。バルゴのクロスよ、僕に力を。私の可愛がっているニンフが怯えてしまったではないか。ファイト、エリブルプロミダンス。さあ、ドキンジャクシダモ。今度は僕が相手だ。さあ、ドキンジャクシダモ。ゴールドクロスを渡したら、こいつらに勝利を与えたつもりになるとい。今まではそのゴールドクロスが常に勝利を導いてくれたが、今度ばかりはそうはいかんぞ。ハーデス様の進化とは、俺は神。さあ、ドキンジャクシダモ。何の援軍になるか。あなたの力を。レビュラッチかかったね。無理、死んだ後も永遠にガスが続くようにして殺してやるわ。ウィナーゴールドクロス、僕には強力すぎるかな。僕の力だとこんなものかな。やったか。何を偽りの勝利に酔いしれている。話に聞くゴールドクロスがよもやこの程度とはな。遊びは終わりだ。何、ゴールドクロスが破壊された。バカな。88のクロスの最高位に位置し、神話の時代より一度たりとも破壊されることのなかったゴールドクロスが、究極のクロスがここまで完璧に砕け散るなんて。神である俺の前でゴールドクロスの加護など無に等しい。終わりだ。俺たちに残されたものはこれで何もかもなくなっちまった。もう何もかも。